今日のご理解です。池上金光大臣三好へより、ご理解第16節。無常の風は時を嫌わぬというが、金光大臣の道は無常の風が時を嫌うぞ。無常の風は時を嫌わぬというが、金光大臣の道は無常の風が時を嫌うぞ。大坪総一郎氏身にご理解より、お道の信心は無常の世界の発見にある。難儀と感じること、助からん者も助けてもらうとき、神の心の奥ぞ知られるときである。難儀と思われることも親愛とわかるまで大切にせねばなりません。お道の信心は無常の世界の発見にある。難儀と感じること、助からん者も助けてもらうとき、神の心の奥ぞ知られるときである。難儀と思われることも親愛とわかるまで大切にせねばなりません。昨夜はお夢の中で神様からお気づけをいただきました。それは映画を見に行っているんですが、その映画が終わって外に出てきたら、駐車場に置いてたはずの私の車がないんです。駐車場をくまなく探し回ったのですが、とうとう見つかりませんでした。そして盗まれたことに気づきました。目が覚めていろいろ考えさせていただきました。そしてこれはそれこそミラク身勝手なことをしておると、それこそお得を取り上げるぞ、またはお得を取り外すぞというようなことではなかろうかと思わせていただきました。いよいよ心をしなければいけないなと思わせていただきました。ありがとうございます。